場所がさ、こんにちは皆さん、こんにちは、テロップ入れよう。やめて毛穴見せてとか、女の子にそんなこと言うの最低だよやばいよそんなこと言ってるとでは、こんにちは、こんにちはってやつね。ね、おだいりさん配信してた。ちょっと待ってね。ポーチさんゲイでもいいよありがとうございます。ウキピッピピョンチーさん、かわいいとハートたくさんありがとう。スクショしすぎちゃう、ね、久しぶりだもんね。確かになんか恥ずかしいもんイエイ。じゃあピースしとこう、遠目でね。カオちゃん、カオちゃん確かに本命じゃちょっとなんかおかしなことになるな。あれやな、マブチョコあげんといけんマブチョコあげよう。サンタナミチさんもギリでもいいよって、みんなギリでもいいよってしかやらんやん。ギリでも縁からやらなんて、どういうことタメマーボーさん、ギリでもいいよ、ありがとう。アノネさん、ハートありがとう、こんにちは。全然ええ感じじゃない、なんか夜に塗るからで、だんだん多分お昼過ぎぐらいからポロポロ皮がむけてくるんですよ。で、今の方がまだいけるっていう、まあ遠くと美肌効果を駆使すればまあいけるでしょう。でもあのファンデーションとか何も塗らないので、日焼け止めしか塗ってないから、見ないでってことそういうことです。アジさん、ハートありがとう、たくさんありがとう。キュンです、ポケットからキュンです。待って、フォンダンショコラは無理って作れんて 4K なんてもう無理無理、死ぬ、あのアナログぐらいでいいそう、でもね結構これは長期戦なんですよ。長期戦だからまあ2ヶ月くらいはいるか、2ヶ月、1ヶ月は大変、2ヶ月ぐらいはかかる。3、いや本当は3ヶ月、いや本当はずっとそう、私そういう感じ。コーピッピさん、ギリでもいいよ、ありがとう。本当ですか、ギリでいいんですか、みんなギリでいいんですか本命じゃなくていいんですか。本命がいいよギフトをさん作るべきだよね、ギリでもいいよより交換すべきだと思う。みんな絶対ギリでもいいよって思ってない、思ってる人もいるかもしれないか竹内ゆえアナウンサーさん、誰だろう、竹内ゆうこさんしか出てこない。ゆ、どういう感じ、ちょっと待ってね、ゆ髪の毛似てるか分かんないけど髪の毛じゃないあ、似てんのかな、分かんないな。あ、お仕事中の人からのこんにちはあ、よしえさん申し訳ございません。申し訳ございません。かっちゃんさん、ギリでもいいよ、かっちゃんさんほんまにギリでいいって言いそうどういう偏見ちょっちーなさん、何名前、スペシャルローリングサンダー V ハートありがとう9時のタ
イコさんで合ってたっけ読み方。久しぶりな気がします私は。ギリでもいいよ、ありがとう。本当にギリでもいいのか、ありがとう。おいこらって言った。丹部麻婆さん、成幸さん、本命チョコありがとう。誰誰誰、庭エリカさん、ちょっと待って、誰庭エリカ、庭エリカさん、え、髪が全部髪型じゃない。全部髪型説あるじゃんね。本当似合う、よかった。チョコレートバイバイ、あ、分かった、これ私そう今日ね分かったじゃない、あのそう、私はだから私がチョコレートですよって言いたかったんですよね。嘘です、そんなわけありません。うん。嘘です、もう見事なチョコレートカラーでしょ服装。堂々と見れる、いいやんいいやん。はぁって何言ってんか分かんないって、うん。おっとはい、じゃあお黙りします。え、私も待って、お昼ご飯今日食べ忘れた、お腹すいた、お腹すきました。ナイスレン、努力だけ認めてみんな。イエーイ、ウケるんだけど。ドジャノリさん、ギリでもいいよ、ありがとう。ヨウジンさん、本命チョコありがとう。アミちゃん、ギリでもいいよ。アミちゃんは何チョコにする、鈴木チョコにあげるわ。ユーカリンカがチョコレート奪って転送する。ありがとう。タンメマーボーさん、かわいい、ありがとう。コウナイさん、尊い。コウピッピさん、尊い、ありがとう。いちごちゃんもありがとう。手作りより市販ので大丈夫、私でもチョコ溶かさないので、チョコ溶かすの本当にだるいので、あの作りません。え、私もさ iPad が欲しいんだよね。 iPad、 あのなんか iPad 欲しくて。iPad が今欲しい。 iPad とイヤホンとなんだが欲しいの今。でもさ iPad って高いじゃん、買えないよね、買えない買えない。 iPad 持ってるよ、それ持ってるよって言うってことはさ、くれるってこと。くれるってことでいいんですか、くれるのみんな。やばいよ、家に iPad 溢れちゃうよ、どうしよう。それはそれでいらないかも、1個で十分。え、なんかさ iPad ってさ何世代とか何世代とかあるじゃん、何なのあの何世代とかって、何サイズとかも分かんない。え、 Bluetooth イヤホンも持ってない。住所公開す、やだよ。みんなくれるの？お兄ちゃん、なんかお兄ちゃんが最初なんかそのまあさすがにお兄ちゃん一人の誕生日プレゼントで iPad は高いけん、お母さんお父さんとお兄ちゃんの共同の誕生日プレゼントで iPad にするっていう話がお兄ちゃんが提案されたんだけど、まあそれはけなんかお兄ちゃんはなんか靴を買ってくれるらしい。壊れたものはいらんのよ。そう、何世代が新しいん？ね、ポケットに盗っとやん、めちゃめちゃ盗っと、怖い怖い怖い。iPad Pro と iPad の違いもわからん私ね。そう、日本まで私バレてるんですよ、ちょっと今からフィリピンに逃亡する。バキバンドいらない、壊れかけのレディオもいらない。レディオは大丈夫、ちょっと待ってね。ケミストリーユウさん、ハートありがとう。北海道の群馬ニアさん、いちごちゃん
ありがとう、本命チョコもギリでもいいよ、ありがとう。おとぴさん、本命チョコありがとう。まと、ま、噛んだ、ま、噛んだ。まさとさん、ギリでもいいよ、ほんまか、ありがとう。たんびまんぼうさん、ハート、ありがとう。一緒に買いに行こう、それがいい、教えて、説明して。おとぴさんもギリでもいいよ、ありがとう。とぴさんは本命が欲しいって思ってくれてますよね。自然光ね、ちょっとね強いっていうか、この黒い服だからさ。そう、ヨドバシカメラって行ったことない、私。あの、何ですっけ、私、ヨドバシカメラってどこにあるの、ヨドバシカメラって。古い世代ってさ、今最新が何世代なの、 iPad は第8世代なの。ヨドバシカメラわかんない、どこにあるのかな、行ったことあるのかもしれない。あんまり、和歌山駅前にビッグカメラあるよ、あるよ。ビッグカメラはね、あの、行ったことあります。イベントフィニッシュ、セマガット、なんだそれは。新宿が本店です。新宿にあるのもわからんです。最新で性能良くても自分、あー、わかる。なんかさ、私も iPhone の、 指紋認証のやつなくなった時さ、マジで困ったもん、慣れるまでね。遅くなるってどういうこと？え、 iPad ってさ、なんかさ、携帯みたいな感じでさ、ギガとかあるの？じゃなくてさ、あの Wi-Fi あるとこオンリーのやつってこと？あ、大都会にはなかったですか？通りで行ったことないなと思いました。あ、選べるん、へえ。あ、契約次第、へえ。なんかこの間 TikTok 見てたら、マスクありでも顔認証できるようになる方法出てきた。スクショしてみた、ちょっといい顔の時にスクショしてよ。イエイ。 iPad Pro 1人1台配給している、スーパー会社やん、スーパー会社。 32GB と 128GB。 iPad 何に使うのか、何に使おう。と、動画を見る。それ以外なんかある？iPad って買ったら何に使うんですか？何に使うの iPad って。でも配信するときってさ、でも iPad どうやって置けばいいか、だってこれだってね、あの、 iPad 挟めないもん。私お母さんって呼んでる。そうそう、おだやりさん大きい画面で見るためかな。お絵かき、お絵かきするの iPad で。あ、でもなんかさ、ズームの時に一気に見れる人数が変わる、あの、 iPad だと。ドボンの時超無駄遣い、 iPad のドボンの時計にしか使ってない。え、ミックスジュース見に行ったの？誰推しなん？誰推しなんって聞いちゃった。iPad、 あ、違う違う、あ、こうやってさ、100均のやつってさ、こう下やん、下やとさ、もうあの20号ってなっちゃうじゃない？そう、だから、あの、なんていうの、この辺でこうね、いい高さ、自分の目と高さと正面で置けるやつが欲しいよ。iPad と iPad Pro の違いは？あ、梅山ココナさん。あれで、私もね、ユキナっていう感じ、違い読み方したらココナだから。ツイッターフォローしたよ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。そうちゃん、そうちゃん、ありがとう。iPad Pro はノートパソコン以上に性能がいいです。
つくかつかそういう問題そうココナって読めるから、そうまあ実質私推しですねそうそうそう、わ毎日毎なんだっけ毎日しんしんさん大好きいや顎でもねここ見えないかな今ねすごいね、ま、あの首にも塗ってるから真っ赤なんですよ、うわーかゆい、かいちゃダメなんです、かゆい、あそう毎日彼女もう一時期ずっと見て、であの同じ動画を撮ってました一人で、一人じゃないですけどあの家で一人で撮って送りつけてましたそうチームメイトです、そうですそうですそうです、ね七期生さんかわいい、綺麗かわいい、どっち言われ、え可愛いって言われたい、まだそうシナとも読む、めっちゃシナって間違われる、iPad オーバースペック、なんだ難しい言葉、お唇がかわいすぎる、本当イエーイ、私唇ねプニ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 はしないんですけど、なんていうのポテんブテブテってしてるのが嫌いなんです、もっとなんか薄いなんか薄い唇に憧れてて、そうなんか薄い唇に憧れてたんですよ握手会の時えその場で編集するのすごっ、フミナだと思ってた、どうやってフミナって呼ぶの、そうかわいい、ありがとう、全然かわいくないんですけど、ありがとう、北海道の群馬ニアさん、ギリでもいいよ、ほんまか、ありがとう、光ってる、手がここにあると服がここまで来ると光るんですよ、ひよこ口アヒル口からより若返ってたねなんかさピヨピヨって鳴らせる人いるじゃん、あれかわいいよね、どうやってやるんだろう、分からん誰の唇が理想、でも別になんか他の子がポテッとしとったらなんか石原さとみさんとかさかわいいってなるんですよ、そうかわいいってなるんだけど、でも自分だったらなんか嫌すぎて嫌すぎて、私なんか悲しいです、多分私自分でその唇が嫌いだからすぐ口をうんってやる癖があるんですよ、めっちゃこうやってやってる、なんか普段とか口をこのまま閉じるのが嫌でずっとこうやってやってて、かまちそれくせよなって言われる、そう何かそれこ その私の前も話したことあるんけど、中学生の時に唇の厚いのが嫌だったんですよね、嫌で、でそれであのマジでその中3の時の私の修学旅行の写真見たら全部変に唇隠そうとしすぎてこういう、 こう全部唇をしまうっていう、上の唇をこういう笑顔だったんですよもうどうにかしようとして、そうすごくない、唇こうやって全部しまってさ写真撮っててそうそう、でもなんかこうした方がなんか唇なんかその時笑うのが苦手で、なんかこうやって笑ってたから唇が全部残ってたんですよ、こうやってこうやって全部残って笑うことしかできなくて、そう笑いできなくてなんかこうやってやってたんです、ずっとそうだけど、なんかあのディアシスターの石原さとみさんが可愛すぎて、で唇厚い、あ一緒や、私もじゃあ石原さとみさんみたいに可愛くなれるかもってなりたいと思ったけど、いやでも他のパーツとかが根本的に違うし無理だって諦めて、そ
なんですよね。唇熱いのは愛情が強い。そうなの？いいこと聞いた。じゃあ私愛情熱いキャラでいこう。にらめっこやった。ほんま？ほんまほんま？好きな男性のタイプなんて言ってたっけ。私この間この間聞かれてさ、なんて言ってたっけ。なんて言ってた。忘れちゃった。え、絶対あれだよ、髪の毛ですよ。なんか私髪の毛切ってからその髪このぐらいの長さの人に似てるって言われ始めたんですよ。絶対髪の毛。あ、そうだそうだ、私が甘えられる人がいいって言ったんだ。隕石は違う。そうそうそう、キーナも可愛い。ありがとう、嬉しい。こんなに可愛いって言われるだなんて。違う、あの好きなタイプじゃなくて、あの理想の恋愛はがその話。好きなタイプはそう、甘えられ、自分が甘えられる人。そう。忘れといて言うけどさ。神戸麻婆さん、サンタ花道さん、本命チョコありがとう。ギフト読むね。ありがとう。待って、どっから読んでない、私。ここか。タクトさん、北海道の群馬ニアさん、タクマさん、ギリでもいいよ。ありがとう。北海道の群馬ニアさん、かわいいも、ギリでもいいよも、ありがとう。神戸麻婆さん、いちごちゃんありがとう。ケンさん、だるまたくさん、ありがとう。チュンチュンさん、ハートたくさんありがとう。イエイ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 、オッケーかな。よしよし。大人っぽい人、いや別に大人っぽい人が好きってわけでもないかも、わかんない、知らないです。え、なんかあの自分が甘えれたら誰でもいいんです。誰でもいいんですかね、知らないんですけど。でも年齢とかさ、何歳までってあんま考えたことない。あ、かわいいもありがとう、北海道の群馬ニアさん。ボブってからいろいろ、ボブってからボブるってこれ、ボブるボブる。え、理想のタイプだって、理想のタイプって分かんなくない。どうするどうする、ドボン、どうする、するドボン。なんか私今日夜できるとは思うんですけど、ワンチャンできないんですよ。いやでもできる気がするな。まあいっか。多分感覚かな、多分あれだよね、多分私もピカンってくるんだよきっと。ピカンピカンみたいな配信が微妙できするとは思うけど、何時かな、まだ全く見て。どうしよう、ドボンするのもありだよ。まあ、キリが良くなった。多分、え、ピカン、みんなピカンって来たことある？わかんない。ピカンって来ることを信じてると私は。もう21歳なんだから現実見なよって思うんですけど、ピカンって来るのを信じてる。一目惚れとは違う。ピカンなの。だから一目惚れってさ、はじめましてってことでしょ。あ、合ってる？一目惚れって。まあピッピーでも何でもいいんだけど、ピッピーでもなんかビビでもいいんですけど、ミキシーってなんだろう。うん、2月、はい、の暇だから、暇じゃなくなるかもしれないけど、そう。え、でもキュンと来たら好きになるは違うと思う。見た目ぼれよりもコシヒカリですわ、面白いんだけど。私はあけぼのが好きです。ピカッはひらめきなのかな。でもなんか私の
の友達がなんか雷が落ちたらしいんですよ。脳に雷みたいなのが落ちるって言ってた。あのそう知ってる、なんかそういう経験あります皆さん。なんか雷がなんか急になんかズドンってくるんだって。ズドンってビカーンみたいな来て、それでもうこの人だってなるらしい。ユッキーの意外と本当に物知らないですよ。え、違う違う、これほんまにマジで友達。ユキナは経験ないですけど、そうらしいの。違う、ガチでな、わかんない。でも私はでも嘘、それは絶対嘘って言ったんですけど、あのそう私そんなことあるわけって言ったんですけど、そうあるらしいのよ。なんか私もそれを信じてる。入れ替わってるってなるのかな。だからみんななんか、え、そういうのあるよとか言われたから、みんな本当にあるのかなそれってと思って。いや本当本当あるらしいんだ。うちも疑ったよ、何回も聞いても、ほんまってそんなことあるって。こんにちは。そう、いや片思いは無駄じゃない。片思いはさ最高にいいと思う。あ、夢見たのかな、わかんない。雷落ちた、それ絶対私じゃないでしょ。絶対私じゃないよね。大阪ちょっと待ってね。北海道のグンマニアさん、ハート、いちごの詰め合わせ、本命チョコ、ギリでもいいよ、いちごちゃん、たくさんたくさんありがとう。台湾よろしさん、ギリでもいいよ、ありがとう。ひろきさん、バラ、ありがとう。両方、え、そうやってさ、そういうこと、相手も好きで、両思いなのにずっと、あの、ゆえんで、あの、4年間ってこと？ユッキーナに一目惚れする人って多分ね、ほぼほぼいないと思うんですけど。嘘、私多分一目惚れ系キャラじゃないです。今なんかこの私のことをさ、ファンになってくださったさ、あの人を見てる感じだと、4年間何それ、もう想像するだけでキュンキュンもどかしキュンキュンする。もどかしキュンキュンするよ。は、ほんと？でもなんか私の中で、なんか私のファンになってくれた方で多いのは、なんか配信見てたらだんだん気づいたら長居するようになって、気づいたらあの推しメンだよっていう人が多い気がするんですよ。そういう方が。最近岡山の女子大生が気になってる。私そういう人多分多いよね、わかんない、多いと思ってるんですけど、どっちかというと今日人よ。本当かそれ、本当それ本当本当でしょ。え、全然釣り師じゃないよね私。だって釣り師はあの福留みたいな人のことを言うじゃんかね。やっぱビビッと来てるよ、ビビッと来たってなんか嬉しい、本当にちょっと照れるから歌っちゃった。わっ、ジャグリング、うわ懐かしいとか言っちゃった。ジャグリング、ズーム会議、お疲れ、ボブってからめっちゃボブる前からいてくれたやん。待って福留腕ちぎれるしって何。あ、えか、握手の
握手のね、あのもうグイグイさってことでしょ。で腕ちぎれるしってめっちゃそれ福留に言いたい。餌をくれないタイプってどういうこと？君のイメージ金木犀よ。これカラオケとかで歌ったことない。 TikTok でしょ、聞いたことない。福留のだって福留のツイッターあのツイッター見てみんなが惚れられた、みんなが惚れて福留に行っちゃったら悲しいんですけど、見たらわかる釣り師。本当にすごい尊敬してる福留。しかもあの私にもね釣り師なんですよ。私釣られないんですけど、もうメンバーにも釣り師してくるから。そう、推しと好きは違う。私はどっち？ケミストリーゆうさんハートありがとう。ね、着てる服かわいいよね。私あんな服着たことないんだけど、どこで買うんだろう。そういうさ、あの服の系統の人生を通ったことがない。ゆきだめやってみようか。1週間限定でやってみようか。ウッキーの好き推しじゃないの？推しにしてくれないんですか？ハートちぎれるしってよくないやん、こうやん。ね、もう釣りまくってるよ、天性の釣り師。え、推しからそれさダメじゃん。推しから好きになってやってダメじゃん。推しどっちもであってよ。え、やめて、帰ってきて。帰ってきてくださいよ、みんな推しにしてください。深町ゆきなを推しにしてください。メイドさん、でもメイドさんのコスプレを着るって考えただけでも背中がゾワッてする。ゾワッてしちゃうよ。タンメマーボーさんハートありがとう。わ、やったね。推しだって推しだって、だって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 しょうがないでしょ。だって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 背中開いてないですよ。マジの普通にガチニットですよ。好きでもあり推し、それが一番嬉しい。なんで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 。でる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 なんでなんでなんで。え、MV 見てない。もうねずっと見てるからもう可愛すぎて。そう、可愛すぎて、そう隕石とか。ごめんね、ちょっと奇想天外の話ばっかりしちゃってる。カラオケね行ってきたばっかだから。歌ったよ、でも「だって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 」って歌った。北海道のグマニアさん可愛い、ありがとう。え、オミちゃん、じゃあさ、でもさ、オミの方に行くんじゃなくて、オミもまたオミも惹かれちゃってるから、オミもユキナもでズッキーナ推しにしよう。平等ズッキーナ推し。交渉、今交渉タイム。そうね、いろいろあったもんね。ね、ついでに峰松さん推しにしてもらおう。好きな曲、好きな曲なんだろう、わかんない。なんだろうなんだろうなんだろうな。でもいろいろ好き。でもなんかあの一時期まさかシンガポールが最強に好きだった。まさかシンガポール、こんなところまで君のことを追いかけてきたんだ。これ好き、まんべんなく。あれでもピューちゃんじゃないの？オスターソッツ。
誰かの言葉の真似みたい。なぎんちかわいい。なぎさで一番かわいいが。なぽちさんみんなやもんな。私もやし、おみもやしやもんな。仲良しですよ。仲良し仲良し。ね、あの山田七海さんのオーマイガーがめっちゃ噛みってる。オーマイガーだってだってあなたがいた。あ、いた。ありがとう。伝わってた。今日お出かけ、いや、お出かけはしないかな。同率の、でも私の方が好きで言ってくださいよって感じですよね。ねえみんな、そうそうそう、ドラッグストアはまだいいかな。今買うものないんですよ。そう、でも何買おう。でも買い物したいっていうか運転したい気はする。今日運転したいな。でもあんまりね、その紫外線に当たっちゃいけないので。うわっ、エルチキ食べたい。待って、お腹空いてきた。え、わかる。買い物なくてもとりあえず行くときあるよね。運転は片道1時間はしたことある。ね、いや私結構上手になったけん、マジでマジで、あの友達乗せたりしたけど、なんかあの一応聞くの、え、私の運転大丈夫って聞くの。そう、そしたら大丈夫大丈夫って、全然大丈夫って言ってくれるから。黒にこだわりない、染めたい。本当お見るよ、ユッキーナずっとそれでね、なんならユッキーナしかでいいよ。誰推しか分かんない。私分かるよ、雪直しって。そう、え、全然震えてなかった、震えてなかった。私車は軽です。おばあちゃんの車を借りてるので、今そう、春休み限定おばあちゃん車借りてる。だからマイカーはないんですよ。そう、マイカーなくてマイカー欲しい。運転すると人変わるタイプ。全然全然全然、誰推しか分かんない。誰なの、はっきりしなさいよ。立ち往生、渋滞が一番嫌よね。いや、初心者マークいらないんですよ。もう1年以上たっ2年経つ、もうすぐ2年経つ。好きな車、トヨタの充電プリウス。押しかぶる、え、知ってる知ってる。でも雪直し。誰押しか分かる、雪直ししかってことにしよう。ヤッホーンヤッホーンヤッホーン。ハイエースってさ、でかいやつ、違う違う、マリオカー、全然マリオカーっちゃう。誰推し？さっき行き直しって言ってくれたのにね。他の推しにはいっぱいいるもんね。ね、他に、え、でもあれじゃない、ユーカリンがこの間免許ゲットしてたでしょ。オンミーはもうちょっとかかってんのかな、わかんないけど。そう、マリカやん、マリカやん。サラリーマンってどういう印象ね。サラリーマンってさ、サラリーマンってさ、どういうこと？私サラリーマンの定義が分かんないの。どこまでがサラリーマンなの？何がサラリーマンなの？働いてる男の人って全員サラリーマン？
料もらって私全員サラリーマン。なんかさ、社員ならサラリーマンなん？むずいね。なんかさ、なんか僕サラリーマンですっていう人とさ、僕何々してますって、なんかさ、なんていうの、業種言う人いるじゃん。だからなんか違うんかなと思って。なるほど、じゃあ多くの人がサラリーマンだ。え、じゃあ公務員もサラリーマン？公務員もサラリーマン？公務員も会社員？何？わかんない。だってさ、なんかさ、僕公務員してますって大体公務員の人はそう言うじゃん。でもさ、なんか普通の、なんて言うんですか、企業で働いてる人がサラリーマンですって言うじゃん。そう、だから分かんない。なんなんでね。僕人間です。自営業しょるん？すごっ。自営業？飲食店？マウントを取りたい。なるほどね。なるほど、なるほど。なんか学校にも公務員試験の勉強をね、頑張ってる子たちがいますよ。難しそう。他人事だ。自営業、なるほどね。私職業聞かれたら大学生って答え。北海道の群マニアさん、かわいいと本命チョコとギリでもいいよといちごちゃんとありがとう。コバさん、ギリでもいいよありがとう。ありがとう、ありがとう、あなたに咲かせてほしい。あ、ハートも北海道のグンマニアさん、ありがとう。サンタナミチさん、本命チョコ、ありがとう。スーパーアイドルですって嫌だ、恥ずかしいじゃないですか。いや、聞いたこともない人ないのに、なんかさ、なんか私だって多分さ、だって誰からも聞いたことないじゃないですか。なのにさ、アイドルしてます、大きな夢のつぼみ、風に吹かれたりしないよ、大地に根を張って待つから、いつかください太陽を。展開って何？展開、岡山のスターです。言えるか。言えるか。そんなん言えるか。あ、でも職業機会も大学生かアルバイトしてますって嘘つく。嘘つく、嘘つく。そう。かっこよ。悩める人々に夢を与える仕事ですって。みんなそんな悩んでるの？岡山さ、有名人本当に多い、すごいすごいすごい。教祖様。確かに宗教を作ろうかな、雪の教。悩みだって、人間悩みない人間いないでしょ。ゴルフリゾート、わかんない、ゴルフわかんない、ゴルフ。でも岡山でゴルフの番組ありますよ。なんかあの渋野日向子さんとかもいるし、なんかゴルフの番組あります。なんかある。あ、そうそうそう、スカウトされたことない、ない、ない。
翔太さんハートありがとう。ゴルフのためか、ゴルフのために岡山来たの、すごくない？なぜアコーなの？雪な鏡。待って、テカテカ、私何も塗ってないんですよ。塗ってないよ。塗ってない、あの日焼け止めしか塗ってないよ。トリコになってもうた。イエーイ。イエーイイエーイ。今度私はどうすれば、みんな雪直しになればいいのです。雪直しになればいいのです。皆さん、そう、美肌モード、美肌モードに頼ってます。この辺が真っ赤、本当は顔赤いんですよ、天然チークみたいな。あ、なるほどね、工場があるんだ。なるほどなるほど。やば、ユキナを信じる者は救われるとかさ、どうしよう、あれツイッターのさ一言に書こうかな、ユキナを信じる者は救われますって。あれ、アコウって岡山な、兵庫な、どっちな、え、わかんない、兵庫なんかな、じゃあ、あ、兵庫かも、アコウ、アコウ線、あ、アコウは兵庫ですね。オラつくよって何、怖い怖い怖い、オラつく、心配される、本当。そう、ユキナを信じる者は救われます。よきよき、みんなみんな来てくれそう。信憑性高そう。今設立された信憑性が世界一高い雪な教が。雪なのいる方方角、そう見て、あのロールちゃんを食べればいいと思う。本当ですか。うん、まあそれは信じるか信じないかはあなた次第。あ、ゆかるんさんのね、ハピネス教。世界線見たいな、見たい見たい。ターンシャでも、あの2人だけぐらいがいいんじゃない。お伏せって何？お伏せ、いや、やばいでしょって話だよね。いや、やばいでしょ、やばいでしょ、やばいでしょ、イルミナティ。ロスチャイルドファミリーマート、初めて聞いた。教会でお金払うの、みんな。え、そうなの、みんな、みんなあの宗教のに、なんとか教っていうのはさ、お金を払ってるの。いや、言ったよね、いや、わかるでしょ、いや、ビル・ゲイツ、あははははで、あははははで、なんかね、あ、なんか違うな、あはははじゃないか、あの野原しんのすけみたいな、あのおほほーいみたいな。おーいみたいな言ってるよね。あ、そうなんだ、お伏せなんていらないよ。最初の方のと、え、見たことない。水とか水晶とか壺売ってるの？怖い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 。あ、でも信じるものは救われるんだもんね。そっかそっか。じゃあ私グッズ売ろう。グッズ売ります。安いと思う。
で来るの。私どう言ってるんだっけ。ぽいぽい、めっちゃ首ポキポキ言う、どうしよう。どうした、肩固定して。無理無理、どうやってさ、どうやって。そうなんよ、野蛮な求愛ができんのよ。ペヤング、あ、一平ちゃんが好き。あ、ペヤング、 UFO か一平ちゃん。ペヤング食べたことないんですよ私。でペヤングってさ、ど売ってるの？ペヤング、あ、ペヤング売ってるわな。ペヤングでも買ったことない。え、で今日ね、でもこれ、これすごいハイネックだから首がね、なく見えるはずなんですよ。あ、そうそうそう、ブータン。これもできないのよ。ブータン、テレレイ、テテテテテテテ。もうちょっとこうなっちゃう。え、ペヤング食べたことないの本当に。あ、そうなんだ。そう、なんかペヤングがなんか復活みたいになった時に、なんじゃそりゃってなりましたもん私。鳩の真似。北海道限定の焼きそば、え、食べたい。ブータンめっちゃあの MV 好き。え、マジであの UFO の梅昆布茶が最強。え、だから私一平ちゃん食べてます。一平ちゃん、一平ちゃんの塩焼きそば。え、多分コンビニで見たことあるよ。あるけど買ったことないの。 なんか食べたいよね、あのギガマックスなんちゃらなんちゃらみたいなさとかさ、食べてみたい。発音違う？インフルエンサー踊れるの？私踊れない。インフルエンサー、ここしかくない。ヘイヘイヘイ。なんか違う、嘘。 UFO、 ドゥルル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 ル、こんなの。ドゥドゥ。え、アナセさん、アナセさんが、アナセさん嬉しい、アナセさん、アナセさん本当、それ本当、今の話、今配信してるの、アナセさん。本当、一平ちゃん発音違う。え、なん、どういうあれなん、一平ちゃんってこと。一平ちゃん、一平ちゃん、一平ちゃん、あ、本当だ、七瀬さん。かわいい。あ、恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい。一平ちゃん、どっち、一平ちゃん、一平ちゃん、一平ちゃんじゃないの、どっち、一平ちゃん、え、一平ちゃんってこと、一平ちゃん、あ、ごつ盛り、ごつ盛りも好きですよ。ごっつ盛り、ごっつ盛りか、ごっつ盛りめっちゃ食べますよ私。まださ、可愛げのある食べ物食べた方がいいよね。ごっつ盛りのラーメンも食べるし、焼きそばも食べるし。一平ちゃんでしょ、一平ちゃん。こんにちは、ユッキーナ、一平ちゃん、一緒一緒一緒。一平ちゃんって難しくない？明星一平ちゃん、絶対一平ちゃんだよね。一平じゃん、一平じゃん。なんかさ、久しぶりにさ、一平っていう友達に会った時みたいじゃない、いないけどさ、
これ一平じゃんよ、一平じゃんみたいな。え、アイドルだって食べるんですよね。ごつ盛りのコスパはすごいいいよね、本当に大好きですよ。おにぎりの後にごつ盛りすごっ。ブックオフなのに本姉ちゃん、本姉ちゃん、一平ちゃん、一平ちゃん、一平ちゃん、本姉ちゃん、ちょっと違うね。ちょっと近くない？はじめまして、どうもこんにちは。一平ちゃん、一平ちゃん、下がった、いけてるいけてる。嘘、え、本当の、だってわかんない。でもそれってさ、だってみんなも文字しか見てないけんさ、私が本当かもしれないよ。一平ちゃん絶対違うよ、絶対。だってそうやったら人になっちゃうじゃん。ごつ盛り、ごつ盛りめっちゃ食べちゃう。え、もう12時じゃない、1時じゃん。嘘、嘘、そう、一平ちゃん、一平ちゃんで合った、ほら一平ちゃんじゃん、あと合ってる合ってる、ほら CM と一緒やった、私一平ちゃん、一平ちゃん、ほらほらほら、あなた面白いねって。ありがとう、嘘、また来てね、雪直しだもんね、熱っ。かっこ熱っ。私は、私は曲げないですよ、この言い方。この言い方曲げないですから。一平ちゃん。そういうこと、そういうこと、岡山弁なのかもしれないですね。関西弁とはちょっと違う。嘘、これはあかん。がんこちゃん、がんこちゃんの曲なんじゃったっけね。萌えゼリフっぽく一平ちゃんお願いします。一平ちゃん、あ、疲れた、まあ、ダメージ食らった、ダメージ食らいました。ポンチさん HP ハートありがとう。HP 回復した、これで。あ、そう、 CM 狙ってる狙ってる狙ってます。うわって何、うわって、髪切ってる、うわって。これもね、ゼリフじゃん。え、最近そうキャラ血迷ってる。私さ、もともとさ、私そろそろ、もともと何キャラでしたっけ。自分を見失ってる気がします、私最近。自分を取り戻したい。自分を取り戻さなきゃ。わしゃ岡山弁やこう喋るのじゃねえって。コバさんだるまありがとう。え、私何キャラなんですか。え、 JK キャラはね、あの加入から JK じゃないから違うんですよ。え、いや私でも最初から結構素なんですけど、いつも素なんですけど、え、そう、私多重人格なのかもしれない。多重人格で全部素なのかもしれない。何キャラ、何キャラでいけばいいの。そう、リアル妹キャラですよ、自分で決めんと。そうだよね、そうだよね。また高田純次さんのキャラが分かんない私。、ね、どうする、
あそこ真面目キャラだったのか、瞑想してるマジで。北海道のグマニアさんハートありがとう。あ、彼女キャラ、彼女キャラでいいか、ちょっと彼女キャラにしよっか、固定するとしたら。モブキャラって。モブキャラ愛媛、ほんま。うわ、佐々木久美さん憧れ、誕生日一緒だし。あ、理系、そう理系でも理系女ってキャラじゃないじゃないですか、ただただ名称ってわけだから。適当が服着て歩いて、何それ。モブキャラって意味わかんない。モブキャラってどういう意味、何キャラにしよう、血迷い中。キャラが定まらないかまちゆきな。理系女ですけど、理系嫌いな理系女なので、あんまり理系女じゃないんですよね。雑魚キャラとそういう意味。もう血迷いキャラでいっか。いや、私はあれがいいです、あのヒロインの、ヒロインの、あのだヒロインの、あのヒロインの友達、目立たない友達ぐらい。そう。水戸陽平。水戸陽平キャラでいく。そうそう、あのそのヒロインの友達の、あの失恋する、失恋して、あの背中押すキャラ。あのカッコカッコ、あのあれです、いやエキストラじゃないけど、あのちなみにそれはあれがいいです、あの男側がいいです、男がいい、あのヒロインの女の子の幼馴染の男の子で、その子にずっと恋してるんですよ。でだけど、あのその子は別の子に惚れちゃって、その子を後押しするっていうキャラになりたい。そう、あー、いや鴨狩り系とはちょっと厄介やから嫌です。金ちゃんもちょっと癖強いからちょっと嫌です。違う、あの千早くんっていうキャラがいいです。あの花にけたものの千早くんっていうキャラになりたい。一定キャラはいらない。こんにちは。え、みんなさ、花にいけたもの千早くんを調べてほしい、あのマジで漫画の、そう。花沢類はちょっとキザすぎますね。背中押しキャラの背中押しキャラ、ややこしい、ややこしいな。こんにちは。あ、実写あれだよね、あの花にけたものの実写ってさ、入山アンナさん出てたんだよね。ね、見てないんです。ちょっと2話ぐらい見たんですけど、最後まで見なかった。なんか千早くんのイメージを私は崩したくなくて、そう。いや、花にけたものの漫画大好きなので、そう、めっちゃ千早くんイケメンですよ。私だから、もし将来、あの将来子供がで男の子生まれたら、あの千早くんってつけるって一時期決めてました。
別れは見たことない。そう、本当にあのぜひね、あのこの漫画を読んでいただきたい。あ、ユキの似顔、確かにちょっと無理かも私には。麺の話全然してないって。ケンシロウ誰、ケンシロウ誰。でもね、このね、花にけだもののなんか男の子、ヒョウくん、私ちょっとあのチャラすぎて嫌なんですけど、あのもう一人すごいなんかあのめっちゃ、あのめっちゃ熱血でなんか可愛い男の子いるんですよ。そう、え、みんな読んでほしい、花にけだもの。みんな読んで読んで。よし、じゃあそうそう、ランキング読むかな。違う、花にけだもの、花にけだもの。そうそう、じゃあヤンキング読むよ、読みますね。え、本当に実写じゃなく、実写もいいけど漫画を読んでほしい。もう漫画漫画漫画。お疲れ様さ、いきます。13位、翔太さん@ユッキーの推し。ありがとうございます。12位、ヨージンさん@ヨージンさんもユッキーの推し、ありがとうございます。11位、アジさん、ありがとうございます。10位、若潮さん@雪の京のパワーでバッチ恋出演してほしい。雪の京のパワーにそこまでの権限なさそうけど、バッチ恋出たい、ありがとうございます。9位、かきくけこばさん@雪マニア。ありがとうございます。8位、台湾夜嵐さん、雪な好き、服かわいいね、こんにちは、ありがとう、嬉しい、ありがとう。7位、ケンさん@かわゆきーな、ありがとうございます、ありがとう。6位、ケミストリーゆうさん@今日も癒された、仕事頑張る、お仕事頑張って、ありがとう。5位、ひろきさん、ありがとう、イエーイ。4位、サンタ花道さん@ゆきなに一目惚れ、そしてときめきます、やった、ときめいてください、ありがとう。3位、チュンチュンさん@マルテルのゆきなちゃん推し、イエーイ、ありがとうございます。2位、アッツさん@ゆきれんちゃん、雪レンジャーしか、雪レンジャーしか勝たん。ありがとうございます。1位、北海道の群馬ニアさん@ゆっきーなせいちゃんしか勝たん、ありがとうございます、イエーイ。ありがとう、やったやった、あ、雪マニアです、だってやった、イエーイ、確定確定確定。モーリーファンタジーは草ですね。ドボンはそうですね、夜かどっかで時間しようかな。スクショタイムいる、まあ、確かにマスクしてない、久しぶり。何する、ピースしかしない。イエーイ、ピースしかの引き出しがないです。流動的じゃない、だってですってコメント見たもん私、自主的でしょ。キュンハート、キュンハート、ブリッコポーズ。はい、ちはやくんポーズはちょっとわからんな、ちはやくんポーズって何、ちはやくんポーズ、ちはやくんポーズはむずいむずい。これ好き、シュウペイポーズ、シュウペイでーす。よし、おしまい。ってことで、みんなお昼なのにありがとうございました。夜は時間が未定なのですが、多分できると思います、わかんないです。ってことで、バイバーイ。